クルーズ TV 商品紹介コーナー、拍手ありがとうございます。スタジオのあるこの場所、セレクトショップクルーズはヤフーショッピング内にお店を出店していて、海外ブランドを中心に150ブランド、そしてなんと5000商品取り扱っております。ぜひショップページもご覧ください。ではここからは商品紹介コーナーです。チャンネルの概要にショップページの URL がございますので、商品詳細などもぜひともご覧ください。ではまず1つ目の商品ですね、こちらになります。ちょっと広げていただいていいですか。こちらのマークバイマークジェイコブスのキャンクトップですね。見えるかな。あ、ちょっと聞いただければいいですか。はい、こちらなんですけれども、ルイ・ヴィトンの服飾部門のデザイナーも務めるマーク・ジェイコブスが自身の名を冠したブランドのセカンドラインです。で、ファーストラインのマーク・ジョブズに比べリーズナブルな価格設定となっております。あとこれ上に羽織ったりとかしたらいいですね。そうですね、確かに、うん、結構なんか、はい、これぐらいのタンクトップとかだったら重ね着とかでも、はい、ね、楽しめそうですね、うん、結構かっこいい感じが割とね、うん、色もいいですね、鮮やかな感じで、これなんか男性も女性もどっちも着れそうですよね、うん、なんかどっちでも着れるなって思いながら見てたんですけど、オソロとか、うん、うん、ね、何を想像したのよ。やるくいいなと思って想像しちゃったのね。想像しちゃったのね、白の目さん、うん、ニコニコしてます。じゃ、ありがとうございます。はい、こちらなんですけども税込み7700円の商品になります。はい、はい、で続きまして、あのカンゴールのハンチングですね、今私が被っているこちらの帽子になります。はい、こちらもイギリスで1937年に創業、ハンチングの代名詞ともいえるブランドカンゴールで、ファーハット、メッシュハンチング、ファイルハットなどさまざまなヒット商品を発売し、名実ともにナンバーワンとなりました。でミッシー・エリオット、LM スクール J などのアーティストやサッカー界のロナウジーニョなども愛用しております。名前の由来はカシミアともですね、カシミア、アンゴラ、ランブーンっていうのをすべてわって合わせて、あのラムウー、はい、ラムウー、ラムウール、そう、読めなくてラムウールをうわって合わせてカンゴールになったみたいです。はい、なので3つの原材料の単語を組み合わせから来ています。で現在も国内の芸能人とのコラボ商品を多数出るなど話題を呼んでいるブランドです。はい、ということで前から見るとなんかこうここにピヨッて可愛いですよね。後ろ見るとこんな感じなんですけど、なんていうんですか、こうピヨッとしてる、結構これから、ね、もうなんか上下前後どっちでも取りにくないですね今日。そう、今日はじゃなくてなんか前後逆でもどっちでも被れるのかなっていう、でもこれだったら結構ダーリーめな服装でも多分これだけでもどっちでもいけるかなっていう、はい、前向けたらちょっとそうボーイッシュ系でもいけそうだし、後ろだったら今の格好に合うし、そうなんですよ ね、使い勝手は結構いいですね、うん、色がなんかこれからの季節に合うのかな。そうだね、いっぱい、うん、早っ、ちょっと値札がアグロフラワー似合いますね、うん、あ、かわいい、こうふわふわしてますよね、うん、あったかそう。髪もちょっとかぶってもらっていいですか。後ろで今から、うん、あ、派手髪にも合う、確かに、うん、ここもうちょっと深くかぶってみてください。こんな感じ、うん、あ、でも派手髪でも似合うね、ちょっとかしら良きではないでしょうか。うんうん、どんな色にでも合う色、うん、いいですね、うん、使いやすい、うん、そう、どんなコーデでもね、受けそうでいいですね。ボーイッシュでもガリでも似合うこちらの商品が、こちらちなみに税込み6600円です。お安い、結構お安いですね、うんうん、で次の商品いきますか。はい、でコーチの丸型コインケースです。このライオンちゃんちょっと可愛い、ライオンちゃん、すみません、クマです。あ、クマ、やっちゃいました、やっちゃいました、クマちゃん、クマです、クマちゃんでした。こちらコーチの、まあ、ブランド、コーチのブランド、コーチなんですけど1941年にアメリカのニューヨークマッハッタンの小さな工房からスタートしました。さまざまな年齢層に合う洗練されたデザインや品質の高さが特徴です。現在ではアクセシブルラグジュアリーライフスタイルブランドの担い手として世界中で愛されているブランドとなっています。ちょっとクマとライオン間違えてしまいましたけども、あ
んな感じでね、中は赤地ですね。赤の、うん。すごい。コインケース、うん、結構こう入れるとこ広めなので、はい、出し入れが簡単でいいですね。お札も片取っていた感じですか。不難点は結構チャックに毛が。毛が挟まっちゃいますね。これはね、すっごいサラッサラ。サラッサラ。でもこれ結構女の子とかだったらヘアピンとか入れて、なんかカバンにキーホルダーみたいにつけた方が良さそう、普通に。あ、これ切るのもったいない、確かに。絶対ダメ。なんで切るのだ。絶対ダメ。ダメ。すっごい手触りがいいの。ちょっと切ったらあのラインのあのクマっぽいです。ブラウンに切っちゃったらね。切っちゃったらね。はい。コーチコーチじゃなくなっちゃう。ブラウン言っていいんですか？大丈夫です。大丈夫です。ラインになっちゃった。全然大丈夫。本当だ、ちょっとね、ちょっとね、こう。ちょっとどうですか？見せて。毛なかったらこれもう完全にそうじゃない。ちょっとつるっと。そうですね。某なんとかって。ライン某アプリのライン某さん。そうですよ。ちなみにこちらの私が毛を切ろうとしたこちらのコインケースなんですけど、こちら税込み7150円です。おー、結構入るし、何でもないし。ポーチですよ、皆さん。ね。でもしかもなんか、カバンとかにつけてたら、本当に区別すぐつきそうですね。確かに結構目立つから。かわいくていいですね。ポーチの、ね、あのイメージが強いけど、こういう商品も遊び心ね、ございますのでね。なんか雪国に持ってってもらって、パパってついたらなんか面白くなりそう。かわいいかも。かわいい感じになりそう。皮皮っていうの？これは何？皮？何？なんか、なんていうの？おやき？おやき？そ、なんやろ。大きさおやき。大きさおやき。おやき。なん、素材なんだ？大判焼きですか？ああ、大判焼き。素材が大判焼き。素材は違う。何でも。素材レーザーです。レーザーは皮だ。皮です。はい。皮。で、ここがちょっと、ね、刺繍というかね。はい。皮だと使えば使うほどね、そう、味がね、出るんですよ。じゃあ、渋いクマちゃんになるってことかな。渋クマちゃん。渋クマ。ちょっとこの辺もいい感じに、こうね、こうね、こうなってきてね。ね。こうなってきてね。そうね。そう。おじいちゃんクマちゃんにこうなってきたら、かっこいいよ。そのうち、ほうれい線入るの楽しみにしてますからね。もう自分で育ててください。育ててください。自分色に育て上げて。はい。はい。で、ちなみに最後なんですけども、あのトム・ブラウンのアイウェアですね。はい。ケースもちょっと頑丈なんですよ。怖いな、開けるの。あ、おー。そうか。何しようとしたんですかね。どうぞ、そのままいいですか。はい。結構かっこいいですね。フレームが変わってます。うん、細いですね、これはすごく。で、しかもちゃんとトム・ブラウンの、なんていうんですか、色入ってますね。うん、うん、トリコロール。ちなみにこちらニューヨークのメンズファッションシーンを変えたとも言われる人物、トム・ブラウン。で、彼本人のファッションに対しての思いがあり、なんかもちろん、あ、本当？あ、本当だ。猫よ。はい、思いました、思いました。もちろん、それはアイウェアラインにも反映されてますよと。で、トム・ブラウンらしい圧倒的なシルエットの良さ、シンプルなデザインでこそ作り手の技術が反映されています。こだわり抜いて生まれたスタンダードデザインです。ベーシックな部分できちんと作り込んでいるので、ブレないお手本のような存在です。結構本当に、うん、あの何て言うの、形が変わってるので、うんうん、個性的ですよね。なんか多分メガネ持ってる人ってもうすでに多分ノーマルなタイプはお気に入りのタイプ持ってると思うんですよ、はい、だから結構こういうちょっと挑戦したアイテムだと使いやすいかなと思います、ね、挑戦した感じなんですけど、でも柄は結構多分スーツとかでもいけますよね。いけますね。遊び心があるけど。ちなみに森永くんは服やつもついてくる。ついてきますよ。安心してください。ちゃんとしてますから。なんて言うんですかね、この服やつ名前。なんて言うんですか、クリーナー。あ、クリーナーか。あ、服やつとか言っちゃったけど。クロス、クロスでもいい。あ、クロスか。かっこいい名前ですね、クロス。ちなみにこれも頑丈なので。すごいね。ここにもちゃんとこのトムブラウンの。そう。ね、入ってて。可愛らしい。ちょこちょこ主張してくれるね。どうぞ、なんかデンってしないから、トムブラウンってしないから。そう。ダメかなって。控えめさ。控えめトムブラウン。ちょっとね。ちょっとトムよ。ちょっとトムどういうこと？ちょっとトムよ。結構
私スーツとか普通にノーマルな着れる人で、はい、メガネで遊んでる人が結構好きです、ね、割となんか絶対いるじゃないですかそういうキャラクター、うん、私アニメとかがめちゃくちゃ好きなんですけど、うん、結構そういう系のアニメだと一人ぐらいこう参謀役っていうんですか、はい、こういろいろこう、うん、なんていうの王様系の役のこうなんか助手みたいな立場の人ってなんかこうすごい頭が切れる人ってこうメガネで遊んでるイメージがあって結構そういうのだとすごい好きです、ね、めっちゃこれかっこいいと思うスーツとかにやってめっちゃかっこいいですよねかっこいいと思う普通にめっちゃ似合う気がするんで私これねこれはちょっと違う気がするけどあかわいいよ本当だなんか本当なんか頭が賢く見える頭が賢く見えるすごい普段なんかすごいおバカそうな悪いですしまなみさんわかりましたよちょっと後で話しましょうやっぱりもうかけてみかぶって言ったねうん間違っちゃったあ髪色にめちゃくちゃ合うあなんかすごいあの探偵系のなんか女子っぽいすごいね、もう決めのドヤ感がポーズまで行きましたね。ちょっと入りましたね。ちょっと帰っておいで。うん、戻ってきてほしいな。戻ってきてほしい。ちなみにこちら戻ってきてほしいメガネこちらは58,300円です。税込みで。そうね、お値段張りますね。ね、それぐらいのものですからね。本当ね、結構代表的なブランドですからね。うん、水ケース。水ケースもね。ケースめっちゃお気に入りですよ。なんかペン入れるなとかで、この他にも20種類ぐらいあります、トム・ブラウンは、はい、あのショップページから、はいはい、見られますのでよろしければご覧くださいませ、はい、じゃあ、はい、トムしまってみましょう。トムちゃん、バイバイ。今日4つ紹介させていただきましたけど、どの商品が欲しいなとかありますか。私は本当に実際自分が使うんであれば、はい、意外とコインケースかなっていう。だから結構理由はもう多いんですけど、なんか黒いカバンなんですよ、私。黒いカバンで、黒いカバンの人持ってる人多いので、うんうん、なんか見分けつかなくなっちゃったりとか、例えばあのこういう現場とかいろんなところとかで、マネージャーさんとかがこうカバンを持って行ってくれることが多いんですけど、はい、誰かが持ってくるってなった時に、黒いカバンですって言った時に、黒いカバンいくつもありますみたいな感じになっちゃうんで、確かに、あの可愛いこのクマさんのクマさんのついてるやつですって言ったらめっちゃすぐ分かるかなって思うんで、驚愕してもわかるよ。うん、確かに。ライオンちゃん確かに髪の毛はちょっとライオンっぽいですね。そうですよね、はい、めっちゃライオンっぽい。最初ライオンだと思ってました、ずっと。あ、はい、そしたらタグにベアって書いてあったんで、ベアなんだって。クマは譲れないっていうことなのかな、はい、かわいい。ちょっと毛が戻っちゃってる。サラサラ、うん、めっちゃかわいいかなって。私だったら何入れるかな。多分コインとか。これコインじゃないかな。あ、どうだろう。ギリ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 。あ、おびでますね。それもあるよ。確かに。でも抜けるかな、落ちるかな。落ちるね、これね。いや、多分これとかだったら、はい、黒いヘアピンとかヘアゴムとか私だったら入れるなって思いますね。結構アクセとかリングみたいなとか、うんうん、なんか長い髪なので割と黒いピンいつもさっと欲しかったりするんですよ。で、はい、ポーチに入れてると出すと時間かかるんで、これキーホルダーみたいにもうこれできるんで、はい、うん、ヘアピン入れたいかな。私だったらヘアピン入れたいです、うん、多分すぐ使う小さいゴムとか皆さんいろいろあると思うんですよ、うん、おっしゃったみたいにリングとかだったら結構コード、コード、ギリギリ入りますね。ギリッとこう、確かに、まあ、ジムとか行く人だったらね、さっき言ったみたいにリングとかそういうネックレスとかしまうものにしても、はい、ちょうどいいかなって思ったりはしますね、はい、すごいいいと思う。私だったらこれになります。髪は、髪はもうやっぱトム・ブラウンかな。これブラウンになれるからね。ブラウンになれるからね。すぐにはなれないよ。なれるよ、気持ちの問題だよ。なれるなれる。めっちゃパミの推しが強い。今日はそういうキャラでいく。あ、そのコスプレがちょっと気に入ったの。トムね。はい、入った、入っちゃう。トム。入っちゃう。入っちゃう。こういう感じで。入っちゃう。トムにすぐなれるの、これ買うと。すぐなれる。でもおしゃれだね。パミあんまメガネかけてるイメージないけど。そう。うん、私でも似合うっていう、うん。あんまりかけない私でも。かなり気に入ってるね、それ。めっちゃお気に入りそう。かけやすいですか。かけやすいです。結構こう、なんだろう、キュッと
としてるから、うん、こうずれ落ちるのもあんまりそこまでグッと落ちないから、結構私ここは短い人なんですけど、うん、普段、うん、でもそれでもこれだけ長さあっても落ちないぐらいここがしっかりしてるからいいかなって思います、うん、ちょっとね個性的で、うんうん、私も個性的ファッションが多いからちょうどよき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 かもしれない、うん、メガネだけ普通じゃさえみたいになるから、うんうん、いいね。はい、まあ私は一択ですね。ですよね、うん、これですずっと頑張って、まあ、もう自分のものみたいになってる。そう、いや今日のなんかベレー帽がちょっと似てるんですよ、ほら本当だ、なんかこれ見た時に やるしかないと思って、速攻ピン取りました、うん、私やりますって言ったのね。そう、もうそれは私で、そう、もうこれは譲れなかった。帽子好きなんですよ。うん、帽子ないとなんか体の一部がないみたいな。なんかちょっと今日コンタクト忘れちゃったぐらいの感覚。いいですね。ツーパターン使えるからめっちゃいいです、ね。そう、ゴルフはしないですけど、ゴルフ前向けます。そうそう。ということで、まあ、皆さんの商品のことについてはその概要ページとかもあるので、URL からよかったらチェックしてください。ではではまた木曜日かな、次は木曜日お会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。